こんにちは、チョメです。今日はバーチャル魔法少女 vs ネコデコ団っていうゲームをやっていきます。ちょっとだけ遊びました。で、こんな感じでタイピングゲームですね。ストーリーモード難易度はイージーだとひらがなでも OK です。ノーマルも同じです。制限時間内は15秒で、ハードになると漢字変換します。ベリーハードは5から10秒でライフ1のモードだから、今回ね、実況的にもハードにします。で、変身シーンがいろいろあります。こちらね、まあ、一応ね、こちらでも謎の光があるみたいなので、こちらにしておきましょう。何か問題があったら黒く塗りつぶします。はい、こんな感じで遊んでいこうと思ってます。でね、これ右下にセーブとかロードとかあるんだけど、さっきね、セーブしたら普通になんか固まっちゃってできなかったから、今回ノーセーブでもうやります、一気にね。で、スタートね。で、これでね、はい、始めます。スタート。あ、マジでちょっと連打しちゃったこんな感じでね、カタカナにします。これはひらがなで、マグロ一本釣り。あ、さっきね、もう予測変換でなってるから簡単か。はい、カナビーム、こんな感じにね、遊んでいきますちょっとライフ右上減っちゃったけどね。にゃー、今回ね、タイピングメインだから、この辺のストーリーはね、なんか気になる人はね、自分でダウンロードしてね、ダウンロードっていうかネットで遊んでみてください。こうやってもしかしたら倍速機能で 0.25 とかね、遅くしたらこれも見れるかもしれない。あ、ちょっと危ねえ、連打してた。今回はタイピングだからこんな感じでやっていきますね。いい子いい子、あ、いい子、こうになっちゃった。こっちへ置いて、右上、時間、遊ぼう、時間あるからね。かわいいワンコちゃんだね。もふもふ、あ、間違えた。あ連打癖が、スーハースーハーいい香り。はい、ワンワンくんかくんか。いやー、実況喋りながらね、結構難しいな。無言でやってた時はスムーズだったんだけどね。で、ここで固まっちゃったんだよね、さっき。だからここから初見プレイです。何が来るか分かんないです。予測変換とかもないかな。うわ、ここか、変身シーンってそういうことか、なるほどね。まあ大丈夫でしょう。あー、ちょっと待ってよ。スタート、行くわよ。グイン、花が床、夢を認証え、嘘、花、あ、なんで花がそれになってんのもう、実況できないじゃんいや、なにこれ、いや、ポンポンポン、合ってる、インストール完了、合ってる、オッケーあかんな、熱中してすぎて実況ができてない、結局。あー、でも楽しいけどね。あー、ここも早いな、いくよ。はい、何か構えで合ってるよね、合ってる。あ、さっきと同じやん。あ、引っ掛けか。あ、ちょっと待ってちょっと待って、9ねナンバー04だったもんね。高級ジャーキーか。やばい、時間がない待て、てんてんてん、よしマジでこれ難しい、合ってる、時間は、え、何よ、なんかどこか間違えた。あ、待って漢字になってなかったくっそあー、もう間に合わん、
大丈夫？右上、あと3秒か。変換ができてなかったってことですね、待てが。どこまでいけるか、最後までクリアできるかな、ほんとこれ。あ、音楽かっこいい。今度は1か。甘い甘い魔法をかけましょう、かけましょう。これじゃないよ、ちゃんと探さないといけないよ。ヒートシロップマジックドシャー、合ってる。よかった。ではいつも闇を照らし、猫、猫もか、猫も照らす。ライトピカピカ、ダーク&にゃんこ。私はあなたの太陽になって寄り添うよ。なんかプラス思考だね、合ってる感じ。 OK ね。ハートフラッシュビーム with you ね、 with you ね。2人点もいるのか。力を合わせれば、合ってる？何も怖くない。変換も怖いな。ダブルマッチョマジ最強、世界のすべてを、合ってる？愛で包む甘い魔法、ワールドラブ&ピースマジック、広範囲攻撃魔法、千本魚。千本魚ね。おお、なかなか難しいの持ってきてくれますね。最後変換が怖いわ。これで全部倒したって感じかな。あ、やったねって感じでね。あ、最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。なんかね、楽しいからね、よかったらね、遊んでみてはどうでしょうか。ストーリーとかもね、私ちょっと飛ばしちゃったんですけど、見たい人はね、やってみてください。もうシオンひどいよ、猫猫団なのにワンコロロボットを使うなんて。まあ、これもね、エンディングですね。はい、おまけがあるからちょっと見てみましょうか。シナリオ、おまけシナリオとか CG とか、おお、いろいろある。過去の記憶ってなんだ。練習モードのスコアは60点以上で見ることができる。なるほど。こうやって魔法少女の正体とか迫り来る猫猫団とかね。なるほど、いろいろ見れるってみたいですね。あ、 BGM とかあるよ、最後のやつとかね。冒険とかおまけシナリオ、あ、これはハードモード以上クリアすると見ることが、あ、ハード以上クリアしたよ。あ、こんな感じになんか見れるって感じですね。まあ皆さんもよかったらハードモードをクリアして実際にね、見てみてはいかがでしょうか。今回こんな感じでね、また流しますけど。いいね。これは練習モード、練習モード、練習モード。本編。なるほど。練習モードも大事なのか。ちょっと練習モードやってみる。どんな感じかっていうのをね。ちょっと練習モード行こう。それで終わろう。タイトルへ戻る。
ニューゲームでいいのかな。1分間タイムアタック、マジで1分間やりますよ。よしよし、60秒、これひらがなでいいのかな。60ポイントギリギリ取れたかな。よし、これで見れるぞ。まあ結構ギリギリって感じかな。オプションじゃなかった。おまけ。過去の記憶を見よう。あー、かわいい。この辺ネタバレになっちゃうけど大丈夫なのかな。みんなで見た方がいいのかな。おまけシナリオでも気になるからな。あのですね、ここ実況しようかと思ったんですけど、実際自分でやってみて見るって方が楽しいかと思って、今回ちょっと実況やめとこうかなと思います。 CG もね、これ過去の記憶とかあるけどね。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう、失礼します。